えー、こんにちは、えっと、お時間になりましたので、えー、早速始めさせていただきたいと思います。えーとあのー、本日は、えー、10月1日の内閣改造で初入閣をされた、えー、大臣としては初めて、はいえー、こちらのクラブへお招きいただきました、あのお越しいただきました、えー、下地久雄、郵政民営化、えー、県内閣府防災担当大臣を、えー、お招きしております。まああの 皆さんよくご存じの方ですので、略歴のご紹介は省かせていただきます。えー、っと1時間でまずあの最初に大臣の方からです、ね、優勢民営化推進と今後の防災対策の方向性という内容で30分程度お話をいただき、はい、その後十18時半まで質疑の時間をいただきたいと思います。 え申し遅れました私はあの日本記者クラブ企画委員で共同通信の川上と申します司会を務めさせていただきますよろしくお願いしますえー、っとそれでは早速ですが大臣よろしくお願いします <laughs> 皆さんこんにちは郵政防災担当の下地幸男でございますあの今日は歴史ある日本記者クラブでまたお話ができることを大変嬉しく思っておりまして私なりに一生懸命勉強してきたこと私の考えていることを ますそしてまずは、郵政の話をさせていただいて、そして防災の話をさせていただいて、まあ、私は国民新党の幹事長もしてますんで、私の政局感みたいなものをお話をさせていただいて、また皆様のご質問をいただくと、まあ、そういうふうな形にさせていただきたいと思っておりますから、よろしくお願いします。郵政はもう皆様もご存知のように この七年間で郵政の現状というのは厳しくなってきました。まあ、あ郵便物もですね、二百六十三億通が百九十一億通って、まあ七十二億通ぐらい下がる。まあ、これは二十七パーセント減になる。預金残高も三十二パーセント減になる。そして、官報生命においてはああ五十三パーセント減になると。まあ、こういうふうな状況でありますから、民営化をするといったら、大抵が売上が伸びて。 大抵が利益が上がると、まあそのためにその民営化をするっていうのが当たり前のまシナリオだったかなと思いますけれどもまそのことはこの7年間見てもですねなかなか成立をしなかったなというふうに思っています。で、2つ目にこれ、4月の27日に法案が成立をしました。けれども、この法案の特徴は何かと申しますとですね。まあ、この95%の。 方々が国会議員が賛成したということなんですよまあ、この賛成したというのにはいろんな仕組みがありましたまあ、この郵政民営化改革民営化法の改正というこの小泉総理時代に使った言葉をそのまま扱ってそして内容を変えていくという決断をしたところが大きかったんですねまあ、これについては渡抜さんにも元代表にもものすごく怒られました 亀井前代表も何を考えてるんだというような話がありましたけれども、今の与野党のバランスを考えて、優政事業の現状を考えたら、名を取るか、身を取るか、どっちかの決断をしていかなければいけないと、まあ、こういうふうになってくると、私たちは名を取ってきちっとですね優政事業が進むようなやり方をしていかなければいけない、だから名前にはこだわるべきではないということを 何度も申し上げて、何とかですねそのもとにやらさせていただいたわけであります。まあ、基本的には5社から4社になって、まあ、郵便あの事業がです、ね、あの届かなくても、誰に文句言っていいのかわからないようなものが、そういう形がなくなってくるというようなこともできることになりましたし、ユニバーサルサービスというのもちゃんと明記されましたんで。 全国2万4000所の郵便局がです、ね、役割を果たせるというようなことにもなりました、そういうふうなこと、そして株式は3分の1の親会社の株は売りますし、子会社においてもです、ね、会社にいても全株を売却する方向で考えるというようなところが、まあ、与野党の落ち着きどころといいますか、名前は残し。 そして子会社の株に関しても、売らないというんではなくて、前までは私どもは売らないというような方向でしたけれども、それも売る方向で考えるというようなところの、政治の接点を見出して、この法案は出来上がったというようなことであります。そういうふうな流れでありますから、この法案のですね趣旨にのっとって、次のステップを考えるとなると、政治のところでは間違いなく合意しましたから。 そのまま経済界においても、あ,ある一定の民間企業との競争の原理で物事が進むかなと思いましたら、銀行協会があれだけ記者会見をして反対するというような形になってきたわけであります。この反対している銀行協会をですねそのまま強引に押し切って、この新規事業をやるということは、また同じつてを踏むと。 政治でこうやって妥協しながら95、95%の人に賛成してもらったにもかかわらず、また経済界で対立の構図を大きくすると、これがまた政局に跳ね返って、まあ、政権が変わって、またそこがです、ね、見直しをしなきゃいけないとか、さまざまなことが起こる可能性がありますから、まあ、ここのところはです、ね、私が大臣としてやりたいことは丁寧にやっていきたいと、新規事業をそのまま強引にです、ね、推し進めて火種を残したままというのではなくて、 もう一回銀行業界の方々がどういうふうに考えているのかというようなことを考えたシナリオを進めていきたいというふうに思っています。8団体全部回りました。銀行業界メガから第一市議員から全部回りましたけど、共通してまず言ったのは、株式のスケジュールを早めに示せと。まあ、あなた方はある意味、株式を100%そのままにしておきながら新規事業をやって、 国のこの支援を得ているような信用を得ているような形にしておいて、この新規事業をやって、民間を圧迫するんじゃないかと、まあ、こういう声がやっぱりといっても多いんですね、まあ、そのことをです、ね、解決するためには、まず何といっても株式の売却を、勘をしっかりと見せる必要がある、まあ、そういう意味ではです、ね、11月までには私はこの株式の売却について、いつごろ売却が始まるんだと。 いうことを示す必要があると思ってますから、11月の前半にはそのことについて、しっかりとです、ね、示していきたいというのが1点であります。2点目は100、100%の時その有庁銀、ゆう銀行がやっていい新規事業、50%になったらやっていい新規事業、そして30%、の3分の1になったらやっていい新規事業っていう、ある一定のです、ね、この新規事業の方向性みたいな目安みたいなものは、 あの作っておかないとです、ね、あの銀行業界もなかなかあ理解していただけないんじゃないかというようなこともありますからそのことについてもです、ね、あの全部が私の考え通りありいくとは思いませんけども方向性としてそういうふうなことをです、ね、示しておきたいなというふうに思っておりますからそれも2点目にやっていきたいというふうに思っています。 非常に厳しい WTO の問題だとか TPP の問題で郵政に対して厳しい評価をいただいておりますからまたアメリカの考えていることになってくるとがん保険をどうするかというようなことになっておりますので今の,今の段階でも、ゆう,うはグループとしてがん保険、年間1万5千件ぐらい売っているわけでありましてまた、漢方の個人保険の販売件数は212万3千件ぐらい。 0.7%ぐらいですから、このシェアを大きくしてもいいんじゃないかと、今100、100%の段階で、斎藤社長もがん保険はおやりにならないというような方向を出しておりますから、こういうふうな段階において、ですね段階において、新たながん保険を発行するんじゃなくて、2万4000箇所の郵便局で、このアフラックのです、ね、がん保険を売れる部分があれば売っていくという、お互いで協調していってやっていくと。 そういうようなものが一つの方向性としてあってはいいんではないかなというふうふに思っています。しかし、このことは株式が50%を切り、そうして3分の1に近づいた段階で,です、ね、それに新しい自らのです、ね、がん保険を作ってやっていくというような段階を踏んでいけばです、ね、そのアメリカ側とも私は一つの方向性ができるのではないかなというふうに思っておりますから、そのことも考えていきたいというふうに思っています。まあ、これは しかしながらです、ね、これ、時間をずるずるとかけるわけにはいきません、なぜかというと、これ、復興の福島、宮城、そして岩手の復興の財源になっておりますから、この実調兆円の財源を、この第三条補正の中で、有長のです、ね、親会社の株式の売却で補うということが法に明記されている以上はです、ね、今、私が申し上げたような、その問題点。 金融機関との問題点、新規事業との問題点、まあ、こういうふうなこと,のことも考えながら、考える必要もありますけど左の方では、高い株価でこの売らなければ、国民負担が小さくならないと、だから、このことを解決しながら高い、高い株式を出していくというのは、これ並大抵のことじゃなくて、難しいことなんですけども。 誘致はそれにチャレンジをしていかなければいけないと、私は思っておりまして、そのことのです、ね、バランスをどうやって図りながらやっていくかと、まあ、この3分の1を打った段階でですね、三分の1段階で10兆円の,あの売却額が出れば、 もう国民負担はゼロになるわけでありますから、まあ、そう簡単にはならないと思いますけど、それを目指すというのが、国民負担を小さくするというのが、私のです、ね、これ担当大臣としての役割だと思ってますから、そのことをやっていこうというふうに思っております。また、そのためにはです、ね、会社側にも私はお願いしているんですけれども、これだけその預金や保険やが、郵便物の,この減少が図られていると。 ということをです、ね、解決して、会社経営のですね、会社経営を一挙に解決して、高い株価にするということをです、ね、考えたときに、すぐに新規事業、新規事業をやれば、効率化をやれば、これは高い株価になるというふうに、会社の経営者が思うことは間違いだと、私も申し上げておりまして、まずやらなければいけないことは、このユニバーサルサービスという、この2万4000所の 大きなネットワークがあるわけだからこのネットワークを活用して会社の価値をどう上げるかということを考えることが1点目には必要だろうというふうに思っております。で、2点目には今度パスポートを悠長で発行できないかとか、年金の,その回収の問題もできないだろうかとか、さまざまなことが、この悠長というのは公的お金もいただかない、その、あの 役割なんだと言いながらも、そうではなくて、国が今までコストがかかっている部分があるなら、このコスト、国のコストを小さくする、そういうような削減する役割の中で、何か国の仕事を得てです、ね、公的な2万4000か所の場所で仕事ができないだろうかということも模索をしていくことが2点目に必要だというふうに思っています。で3番目に今申し上げた新規事業をどううするかということいこが出て そしてその後それでもなかなか会社の株のそのだかとか会社の経営がうまくいかなければ。 この効率化というようなことがですね、優長の中で全面に出ていくことが大事じゃないかなというふうに思っておりますから、まあ、そのことをですね、順番を間違えないように丁寧に丁寧に進めていくということが大事だと思ってますから、そのことをぜひやらさせていただきたいというふうに思っています。頭に会社の経営者の方がその新規事業を効率化とまあ、その方向に一挙に走り去りたがりますけれども、そうではないということはですね、明確にしながら優長事業っていうのを進めていきたいというふうに思っております。 防災についてはです、ね、今はもう南海トラフの巨大地震、それと首都直下型というこの2つの大きな課題があります。8月29日には、この南海トラフの中間報告が出ました、津波高とかです、ね、建物の被害とか人的被害とか、そういうのも出してあります。これにについいてはです、ね、経済的被害のの想定というものを1月に ワーキングの最終報告を年度内にということで、まあ、年度内までにはです、ね、最終的な報告を出していきたいというふうに思っております。首都直下型についてもです、ね、被害想定を2月頃ワーキングの最終報告をです、ね、春頃までに出していこうというように考えております。この前出した被害想定は死者が1万3人 経済被害額は112兆円という数字を出しましたけれども、この春頃に出てくる最終報告は、この数字を上回るようなものになってくるのではないかというふうに思っておりますから、厳しい数字が出てくる。この 災害についてはですね、楽観視をするんじゃなくて、厳しい数字を出していくというのが、これはもう一番の役割だと思ってますから。そのことを持ってですね。基本的な考え方で、その想定数字を出していきたいというふうに思っております。ただ、被害想定数値は出します。しかし、減災対策や防災のですね、対策は出しませんというのではですね。なかなかその不安感だけ与えて、何を国はやろうとしているのかと。 こういう恐怖感だけ与えようとしているのかと、まあ、そういう声にならないように、この方向性をですね春ごろとか2月ごろに出す以上は、それに伴って国の方向性というのはどんなものがあるのかなということをしっかりと示していくことが大事だと思います。しかしか具体的にですね 減災対策を全部総括して示すというのは、私は春ごろに示すというのはそう簡単ではないありませんけど、大枠でどういうふうなやり方をしていくかということになっています一番ですね、今回もその復興予算で全国防災をやったとっいって、まあ、多くの問題を指摘されておりますけど、皆さんお考えになって、あの法律は自民党も公明党も、そしてもちろん民主党も国民民党もみんなで通したときに、まあ、被災地やりますと。 被災地から避難した方々の,その支援をしますと、そして同じような災害に起こって、国民が厳しい環境に陥らないように、緊急性のある全国防災をやりますと、まあ、法にのっとった形では、そのことについてですね、やることになっております。しかし、私が防災担当大臣にならさせていただいて、全国回っていると、いつまでも復興のです、ね、予算の中の、 内数のところで全国防災を考えていくというのがです、ね、これから2月の大きなです、ね、被害想定を最小報を出した後といいのかというとやっぱそこは違うというふうに思ってましていつかの時点で,です、ね、防災に関する予算の在り方はどうするんだという方向性を出すのが重要になってくるんではないかと思うんです。 防災債というものを出していくのか、またそれを出すとまた消費税の負担もあるにもかかわらず、また負担かと思われる人がいたら、毎年の予算要求の中にです、ね、まあ、今回もイノベーションとか農業とかという予算要求を重点項目でありますから、もう国家として重点項目は、予算の重点項目は防災なんだと。 防災を予算の重点項目に上げるということで査定していくというようなことも一つには考えられるのではないかと思ってますから、こういうふうな予算の枠組みについてしっかりと決めるということが大事になってくると思います。ああととつ目には法法の整備であります今大規模地震対策特別措置法と 東南海,東南南海のです、ね、地震対策特別措置法というようなものがありますけど、これをどうやって一本化していくかというようなことが必要になってきますから、その時にですに、ね、今、予知ができるとか予知ができないとかっていうのが、一つの基準みたいになっておりますけど、被害想定を出しといてですね、被害想定を出しておいて予知ができませんよと、だからあなたの法律は別ですというようなことが果たして通るのかといったら、なかなか難しいと。 余地はそう簡単ではないというようなことは前提としながらもです、ね、法律的にはもう被害想定を出してです、ね、この9件に対して被害想定を出す以上は、その方向で法律を一本化して検討していくということはです、ね、どうしても必要になってくるのではないかというのが2点目の考えです。3点目ににははやはりこの想定に基づいて特区 経済的な意味とか、規制緩和的な特区ではなくてです、ね、防災特区というものをきちっと作って、防災をこれからです、ね、減災を進めていく地域、この前、静岡で地域さんとお話をさせていただけたら、その移転、高台移転をするための特区をです、ね、申請をしているようでありますから、こういうふうなその防災に関わる特区というものをです、ね、国が考えてやっていくと、そして津波が来ると。 いうようなものに関しては、その容積率の要件を緩和して、ですね高く作れるとか、あそれとか、民間企業がですね防災に関してあの耐震化とか、さまざまなこの耐震化は自分の企業だけじゃなくて、その避難地として民間企業が認める場合のその税制措置だとかですね、まあ、こういうふうなことについても、ですねあ私たちはしっかりと考えていかなければいけないんではないかなというのが3点目です。4点目にはですねあこれ あのこの前の東日本の大震災では、自衛隊の方々が10万人出てやりましたけど、今回の被害想定ではもう17倍と言ってるわけですから、この自衛隊、警察、消防を、これを救援以外に使うというあ、捜査以外に使うということは、72時間もあってはならないと思うんですで。救援は誰がやるのかと いうようなことになってきますから、まあ、そういうふうなものではです、ね、防災意識を高めて、このコミュニティをしっかりと作っていくというようなことが必要になってくる、もうその72時間というのはです、ね、自衛隊が食料を運ぶとか、毛布を運ぶとか、そういうんじゃなくて、もうそあの、その捜査にですね、 もう,もう全員が没頭して一人でも多くの命をです、ね、助けていくというようなことをしていかなければいけないというふうに思ってますからそのコミュニティを作るという意味において 今、私の方で JA とかです、ね、商工会議とか、郵便局とか、今週は商工会議所とかですね、こういうふうな地域に根ざした皆さんのところを訪問をさせていただいてです、ね、しっかりとマンパワーとしての活用についての方向性を出していくというのも大事かなというふうに思っております。ままたこの被災,被災者が集まる 避難先というのがありますから、そこもですね戻りケースを作っておいた方がいいと、まあ、このトイレに置いても、ですね穴を掘っておいて、学校の隅に避難先だったら穴を掘っておいて、すぐにでもそのなんか囲い作ってトイレができるとか、備蓄の食料をちゃんと学校に保管しておくとか、太陽パネルがあって、その電気が全部切れてもできるとか、その給水のですね仕組みをちゃんと作っておくとか、まあ、こういうモデル地域を1個を作っておいてですね、 これが避難先のモデルケースですよと、2000人ぐらいだったらこれぐらいのものがなければいけませんよと、まあ、こういうことをです、ね、しっかりとして示しておくことも大事なことではないかなというふうに思っていますから、それをやりたいと、またそれとやっぱり、方自治体の職員と国の職員の連携、ネットワーク、もう顔見知りになっておいて、お互いが連絡を取り合うというようなことなどもです、ね、ぜひやるべきではないかなというふうに思っております。それで6つ目には この前、つくばを訪問しましたけれども、まあ、も素晴らしい研究開発をしているところがあります、あ気象庁においてもです、ね、文部省の外郭団体においても、国土地理院においてもやっておりますから、この人たちを連携してです、ね、連携してうまくその余地の活用とか、できるだけ減災につなげるとか、こういうふうなです、ね、地震調査の研究推進本部だけではなくてですね、こういう。 全体で物事を考えられるような仕組みができないだろうかなと、まあ、そういうことも考えているわけです、また今日もちょっと、自治長とも話したんですけど、防災電話、これはもう私が持つ、そして9県と市町村にも全部、組長の皆さんには、近いうちには防災電話を持ってもらって、いつでもですね、防災電話、私も24時間、この防,あの防災担当大臣の時は防災電話を持つし、知事の皆さんも防災電話を持つし、市町村長も防災電話を持つしと。 まあいうようなことで、ですね政治家がトップがですね緊急にこういうふうな連絡が取れる、まあ、これはそうまで市長から私、言われたことでありますけれども、これがないとだめだというようなことを言われたんで、まあ、事務的に下から積み上げていくのも大事ですけど、まあ、そういうふうなものもですね持たなければいけないんじゃないかというふうに思っております。私ののの役割のとととこころはその防災の主流化というようよなことでありますから各省庁に 防災が本当にちゃんと行われてるかどうかの、まあ、その意見を言うとか、まあ、ちょっと表現悪いけどちゃちゃ入れるみたいなです、ね、そういう仕事が防災担当大臣の仕事だろうと思ってますから何か道路を作るときもです、ね、漁港を作るときも港湾を作るときもさまざまなことにです、ね、防災という観念が ちゃんと入ってるかどうかと、まいうようなことをですね、見ていくことが非常に大事なことではないかというふうに思っていますから、そういう目をですね、本当に厳しい目を全省庁に向けながらご協力をいただきながらですね、やっていきたいというふうに思っております。あのあとは最後に残り時間少なくなってきましたけど、まあこれ来年の予算というようなことを論議をすると今。 なんか野党から怒られるような形になっておりますけど、政治が、政党がです、ね、総理大臣が来年の予算をです、ね、考えないとか、提案しないということは、これはあり得るわけないでありまして、それは概算要求の9月の7日の時に要求をしたら、もう税制改正がもう来週から始まりますから、当たり前のように来年まで、4月、3月31日までにです、ね、25年度の予算を通すと。 いうような姿勢を国民に見せながら、その行政を進めていくというのは、野田総理の役割なんで、そのことはきちっとやっていかなければいけないというふうに思っております。また、今回です、ね、まあ、あの首脳会談、党首会談をやったというようなことを見てみますとです、ね、まあ、野田総理は近いうちにということばをです、ね、しっかりと認識した提案をしているんじゃないかなと僕は思うんですよ。まあ、一つにはゼロ増減 まあこれに関しても早くやりましょうと、しかし、あの区割り審議会とかですね、まあ、そういうふうな周知機関とかというようなことについてです、ね、その法律を通した段階,で段階で選挙ができるとか、まあ、そういうようなことなどもしっかりと見据えたゼロ増後減の考え方を提案してきてるんじゃないかなというふうに思います。 これはもう解散しようがしまいが、政治家の役割としてこれは通していくというのは当たり前、3番目の,その国民会議については、早く人選をして、スタートをさせると、じゃこれが政権交代して自民党になったら、この国民会議ができないのかって、これやるんですよね、しかもそれは自民党も公明党も国民会議作って、年金や医療や介護や子育てについて、 この会議の中で論議して決めていこうというような決めたわけですから、その部分はしっかりとやっていくと、この3点セットをやって、会期が1ヶ月というわけですから、解散というのは、会期中じゃなきゃ解散できないんでありまして、これが12月までやりますとか、来年まで会期を設定すると、 野田総理というのは近いうちという表現をです、ね、なかなかその理解しない、まあ、その自分の考え方だけでやっているかなと思,って思われるかもしれませんけど1ヶ月の会期となるとです、ね、それは近いうちということは誰が考えてもです、ね、会期末になったら例年通り必ずその内閣不信任案が出てくるわけでありましてまた今の状況で内閣不信任案がです、ね、1ヶ月以内の 11月29日までの間にですね出てこないということはもうこれは考えられない、早くやめろと言ってる人たちが内閣不信任案を出さないということはありえないわけですから、この1ヶ月の中で必ず出てくると、まあ、その時に、それは国会が、ですね議会がこの人はやめた方がいいのか、どうなのかというのはお決めになるということであって、ですね総理に何月何日やめるとかというんではなくて、やめるんじゃなくて、こういうふうな、ある意味、そのまあ、 なんという表現があまり言いにくいから言いません <laughs> 言いませんけどもそういうふうなタイミングがあるということですねこれはやっぱり阿雄の呼吸の中で物事があるんではないかなというふうに思っておりますからそのことはですね踏まえて総理はやってるんではないかというふうに思っておりますまあ、そのことを踏まえてですね政局まあ二十日から国会始まりますけどまあ、非常に大変な国会日程になると思いますけど今言った3つに関してだけは どうしてもです、ね、やらなければいけないというふうに思っておりますんで、そのことをしっかりとこの3つをやって、そしてあのやはり野党は与党を倒すということが最大の,その使命なんですよ、倒して自分たちがやった方の方が、この国は良くなるという思いがあるから、そういうふうなことになってくるだろうと。 いうふうふに思っておりますんで総理の自らですねいや、もう俺はもう、この国の総理大臣としてだめだから、何月何日に明け渡しますとか、解散しますとかと、まあ、こういうことをおっしゃることは、私はあり得る話ではないというふうに思っておりますから、まあ、そういうことを踏まえた政局間で動いてくるだろうなというふうに思っております、まあ、私の出身が沖縄なんでで非常に厳しいです。 まあこれはオスプレイの件に対しても厳しいし、月曜日に起こりました事件についても厳しい環境にありますから、しかし70%の,その基地が沖縄にあるという現実、そしてこの70%の基地が日米安保を支えているという現実をどう直視してです、ね、やっていくかということが大事だろうと思います。まあ、沖縄の基地問題はです、ね、基地問題を振興策で解決するというのは不可能です。 これはもうあり得る話ではありません。やっぱ基地問題は基地問題で解決をしていくというようなことが大事でありまして、どうやって負担軽減をしていくかということをです、ね、明確にやはり野田政権としても、私も閣僚の一人として、沖縄県民に示していくかということをです、ね、考えていかなければいけないというふうに思っておりますから、再発防止をどうするかという、もう今,今でも明日でもやらなければいけないということをしっかりとやると。それともう一つは その基地の負担軽減と、全国の皆さんに、やはりもう一回安保って必要ですかと、日米ど盟って大事ですかと問いかけたら、大事だとおっしゃるんだったら、ですね大事だとおっしゃるんだったら、その70%を集中しているものをどうしたらいいんですかといえば、全国の十六の46の市長知事さんは、ですね政治家として私は方向性を出して、今のままで沖縄にだけ置いておいていいですよという知事さんがいたら、これはもう本当に政治家として果たしていいんだろうかと。 いう,ふうに私は思うわけでありまして、そういう意味でもう一回、政府が地域の皆さんにも問いかけていくというようなことが必要になってくるのかなというふうに思っておりますから、アメリカの負担軽減、グアムに行くとか、そしてそのハワイに行くとかということもやりながらも、訓練というものがその各市町村で、自治体で受け入れられるんだったら、 これをですね前向きにやってもらうということも必要だというふうに思います。最後になりますけど、やはり現場の対策としては、この前も沖縄に行って申し上げましたけども、とにかく今の11時以降の外出禁止というのは、続ける必要があるだろうと思います。どの事件を見ても、酒を飲んで冷水して未明に起こるということがありますから、これは私は恒久的な措置として、これからどうやっていくかというのを考えていかなければいけない。 その時には、やはりその沖縄の歴史の中で5万人近くいる米軍の人たちをです、ね、その相手にして仕事をなされている方々がいるというような現実も直視してです、ね、こういうような方々が11時までで全部きちの中に入るということで、その経済的な損失を受ける場合には、国がどうするかということも考えていかなければいけないだろうと。 またあのパトロールについても、ですねどういうふうな時系的なパトロールをやるのかと、それに対する経費はどうするのかということもやらなければいけないだろうし、この2年にいっぺん、司令官から兵隊まで全員が2年にいっぺん変わるんですよ、この海兵隊は全部、近頃はまた英語もなかなか言えないような海兵隊が多くて、ですねその海兵隊に質も相当変わってきてますから。 そういう方々にですね、どういうふうにして、まあ、倫理教育というか、ですね、沖縄の歴史文化とか、もう人間的な当たり前の教育をしていくかということも考えていかなければいけないというふうに思ってますから、即刻できるものはすぐにやると、そして問いかけるものはちゃんと問いかけて、そして大きな歯車を回すべき基地の負担軽減というものは、11月にですね、そういうふうな ここととととを出さなななけければいけないということににににってますすからその時に明確に沖縄県民に示すとやろうと思ってますんでじゃなくて、やりましたという結果以外は、もう信じられないというふうなものが、今の沖縄県民の考え方だと思ってますから、まあ、そのことをしっかりと踏まえた対策をです、ね、野田総理にも内閣の中にいますから、私もお話をさせていただきながら、県民と共とにです、ね、そして政府がそれに応えているというようなことを実行していきたいというふうに思ってます。 はい私からちょうど30分ですから終わりますどうもありがとうございますたぴったりな時間で、あのー、国民新党、えー、閣僚としてだけじゃなくて、国民新党幹事長の立場、それから沖縄選出の、えー、唯一の与党の議員としての立場からもお話をいただきました。あのー、と、これから質疑に移りますが、最初に私の方からちょっと,、はい、2>, と2、3問、郵政と防災についての質問。あの郵政の今の お話で株売却、11月ごろに11月には目処を出すと一方であの売却の段階,的に段階によって新規事業のお話をされましたがその株売却のスケジュールを示されるときにはある程度この新規事業の見通しというところも含めてお考えを示されるのかどうかその辺、それからそれで理解が得られるという感触をお持ちなのか。 金融業界とかですね、その辺はいかがでしょうかあのまず株のスケジュールは絶対に示さなければいけません、これは優政事業がどういうふうにその株式を売却していって、国の関与が小さくなっていくかということは必要になってきますから、まあ、それに伴ってです、ね、今の新規事業の要求をしている項目がありますけど、この100%株式が持った今の段階で、 今、優勢グループが出している新規事業がですね、えー、理解されるかというと、私はなかなか簡単には理解されないんではないかと思いますから、ある一定のですねその修正とか、ですね、まあ、そういうふうなものの姿は作っていかなければいけないというふうに思っております。そそしてののことがですねあの そのことが全部、その金融機関にです、ね、ご理解をいただけるかどうかというようなことになってきますけど、まあ、それがすぐに全部がご理解いただけるというような形にはならないケースというのは出てくるかもしれませんけど、ただ大きな大義のところで、金融機関にもです、ね、私は見ていただきたいと思うんですけど、優勢の株を売るというようなこと、そしてそれがある一定の高値で売れることは、 その国民負担が小さくなっていくという大きなその国家的な前提があるんですよね、まあ、そういう中で,です、ね、国民負担が小さくなってくるということは、経済界にとっても大きなそのメリットのある話でありまして、国民の負担が多くなってくると、経済界にです、ね、圧迫感を与えるというのは、これ、当たり前になりますから、こういう全体的な観点を見ながらです、ね、決断をしていただくと。 いうようなことがです、ねまあ、必要になってくるのかなと大きな池に金魚団ですと私たちはそこにクジラがドーンと入ってきて全部自分たち排気飛ばされるんですというようなことをよくおっしゃるんですが緩やかに入ってです、ね、クジラと金魚を一緒に泳げる可能性もありますから、うん、まあそういうようなものをです、ね、しっかりと作ってみたいというふうに思っていまます、ね、はい、分かりました、えー、っとそれから防災の関係、まあ、今、復興予算、うん、国会で議論されています。今のお話を聞きしてますと とりあえず来年度からは防災関係の予算というものをきっちり作るというふうに聞こえたんですけれども、今やっている復興予算の中の使途が、えー、今ちょっと問題になっているわけですが、そこの中の見直しというところはいかがなんでしょうか。あのこの前、全部、レイクやったんですけど、復興予算の中の復興予算の中の,の,あの今、指摘を受けているものとで、全国防災の中で指摘を受けているものというのがあるんですよね。 まあそういう意味では、私の沖縄の,その全国防災の中の防災事業の中である58号線の落石防止だとか、こういうことを言われるわけですから、そういう意味ではで、全国防災というものに関しても、防災事業であることは間違いないんですよ、だから、ただ、のこの31日の前から、要求をしているものをですねあの復興予算の中に入れるというのはおかしいですよねという整理はしなきゃいけないし、この復興予算が始まってもう2年間過ぎてますから、 急に今頃になって、これ新規事業ですというようなことを言うのもおかしな話なんで、もう一回、基準を設定してです、ね、今の国民に問いかけられているもので、間違いというか、間違いではないと思うんですけど、ちょっとおかしいと思われているものは直さなきゃいけないというふうに思っております。2点目には、もうやはりこうやって来年春には、南海トラフに対するその最終報告書とか、首都直下に対して報告書を出すわけですから。 全国防災という予算はです、ね、まあ、全国もありますけど、この南海トラフトとか首都直下にです、ね、多くの予算を費やしていくというのが、国民にとっては理解されることになると思ってますから、まあ、そういう方向に予算を集中していくというのがです、ね、の国民理解が深まると思ってますから、来年度予算からできるだけその方向にあの死者の数が出たり、経済的な被害想定が出たりというようなところをどう減災するかというところにしっかりと見せていって、 減災規模が分かって、死者の数が少なくなっていくというのがです、ね、の国民理解が得られることになると思いますから、そういうふうな予算の付け方にしていくべきだと思って私の方から、じゃあもう、最後もう一つだけあの、防災と郵政のコラボレーション、はい、シナジー効果ということをおっしゃってますが、はい、これちょっと具体的にはどういうふうなことを想定されていますかあの郵便局長の中で,です、ね、1万2000人がまあ防災者の免許を取っているんですね、今。 だから、ものすごくそのことは大きなことでありまして、この防災士の免許を持っている、そして地域をいっぱい知っている人たちが、防災意識を高めて、いろんなところで講演をしていただく、自治会で話していただく、コミュニティの中に入って、防災の重要性を話すというのはも、もちろん私は大事だと思うんですね、まあ、いろんな学者の皆さんが話して、最終的に津波ってどうやりますかというと、防波堤とか、いろんなことを言ってますけど、最終的には専門家も早く逃げることだと言ってるんですよね。うん だからそういうような意味ではです、ね、意識を高めるというのが防災にとって一番大事なんで、そういう活動はしていただきたいなというふうに思ってます。あと2点目には、やっぱり2万4000所ありますんで、その中でですね、その中で備蓄をやるとかですね、さまざまな発電機を置いておくとかですね、そういうことがその郵便局でできないかとか、こういうことについてもしっかりとです、ね、コラボレーションを考えていきたいなというふうに思ってます。 それでは会場からのご質問をお受けしたいと思います。あのご質問ある方は、えー、と挙手をしてください、えー。私が指名いたしますので、えー、近くのマイクを使って、社名と、えー、氏名を名乗ってから、えー、ご質問をいただければと思います。あの時間がかけられていますので、えー、ご質問は簡潔に、えー、お願いしたいと思います。えー、といかかがでしょうか 大石さ、はい、えっとどうも日本経済新聞の大石です。えっ、ー、と政策的な話は今川上さんの方がだいぶされたんで、あの多分政局の話の方がお好きではないかと, <laughs> と思います。<laughs> えっと国民新党その有勢の選挙の時にできてですね。 えーまあ、踊り場政党ではないかというふうに言われてた割にはです、ね、まあ、かれこれもうこれで7年続いてと、ただ、7年続いてる間に、ですねその先ほど名前に出てた綿貫さんとかですね亀井静香さんとか、ですね国民新党らしき人がですねすでにおられなくて、ですねなんとなくやっぱり、下地さん、オリジナル国民新党じゃないんで、ですね国民新党の人と言われると、ちょっと違和感あるかなという感じは今でもあるんですけれども、国民新党ってのはこは、いつまであるんですか。 国民新党がいつまであるかは、来年まであることだけは間違いありませんけど、まあ、最終的にですね、まあ、今度の選挙終わってです、ね、まあ、日本の政治がどうなるかというふうになってくると、まあ、民主党も、そして維新の会というところも、それであの自民党も、でみんなの党も、生活第一もとなるとですね、私の見方においてはですね、私の見方においては、ね、 まあ非常にですね単独過半数を取るというようなものは少なくなってくるんじゃないかなと、確率がですよ、また単独過半数じゃなくても、今まで通りに、勝ったところと公明党が組んで過半数を超えるというケースも少なくなってくるんではないかなというふうに思うんですね。次の選挙終わると、政界がどうなるかわからないというのは、これ、国民新党だけじゃなくて、みんなそういうふうな今立場にあると思ってますから、そういう意味でも、次の選挙が終わった後 どうなるかというのを国民新党だけじゃなくて、みんなが考えてくるんではないかなと、私はそういうふうに見ていて、そのタイミングのときに自民代表がどうするかというのもです、ねまあ、考えてくるんではないかと、私は思いますね、うん、ご本人は国民新党にはこだわっておられないこだわってますよ。<laughs> <laughs> <laughs> こだわりながらも、しかし政界の流れっていうのが、やっぱ全部出てくると思うんで、そのタイミング、どういう状況になるのかは、見据えた上で、やっぱ最終決断していくと。 いうような形になってくるんじゃないかというふうに思いますありがとうございますはいよろしいですかえー、っと他に、えー、いらっしゃいますでしょうかあの先ほどアウンの呼吸でということでちょっとそこ以上踏み込まれなかったんですがその三つの条件を満たせばあ年内解散あやってもいい といいいうお考えでいらっしゃいますか年内解散やってもいいということにはならないんですけど、会期が1ヶ月しかないってことですが解散というのは、解散中にしか<こ>あの打てないし、そして、会期中にしか不信任案は出せないしというのが一般的な、うんあまあ、仕組みなんで、まあ、そういうのは緊張感を持ってくるだろうなというふうに思いますね。 えっほ、と、かにいかがでしょうか、えっと。じゃあ私の方からまたちょっと続けてい,い,い,ま <laughs> いやいや <laughs> 私聞きたいこといっぱいあるんですよね <laughs> あのそれで沖縄のお話なんですが <laughs> まあ えと沖縄選出で今、与党はお一人だけえですね、なおかつ閣僚という立場でいらっしゃる、その閣僚という閣内のえでの立場というのはなかなか難しいお立場じゃないかと思いますが、そこはどのように対処されていくのか、もっと閣内でですねえ沖縄の立場という、沖縄の気持ち、立場というものを もっとどんどん発言されていかれてもいいんじゃないかなと私は見あの拝見しているんですけれども、えー、その辺はいかがでしょうかまあ人としては悩んでますね悩んでです政治家としてはまた拡内不一致にならないように注意していかなきゃいけないと思いますけど拡、うんまあ、内不一致にならないからといって私があ人として悩まないというわけにはいかない部分はあるというふうに思ってますから、まあ、沖縄で生まれ育って いろんな現状を見てきてるんで、まあ、そのことがどうあの前向きに改善されるかというようなことはあのまあ、いつも忘れずにですね取り組んでいきたいというふうに思っております。まあ、そういうふうな中でまあ外から声を出すやり方もありますけど、まああの中でですね、閣内に入ってそのいろんな話をしていくということも手法としてありますから、ま身近に、えー、の身近に 閣僚ですから、総理も外務大臣も防衛大臣も身近にですね、同じ時間を過ごすことが多いんで、まそういうふうなことをですね、どういうふうに活用しながら前向きにあの沖縄問題を解決していくかというようなことについては、いつも考えて行動していきたいというふうに思っています。ただ政府としての方針というのがありますから、それを今私が一発するわけにはいかないんで。 まあそれは十分に分に守りながらもです、ね、さまざ、あ、まな声を伝える役割というのは、これからもやっていきたいというふうに思います、うん、あのこの週末、も地元に帰られてたようですけれども、はい、やはり地元の声というのは非常に厳しいということですいや、もう厳しいですね、地元の声という意味においては、オスプレイの配備についても、今回の事件、 また3か月前に那覇して暴行事件がありましたから、まあ、そういうようなことが度重なっていますんで、まあ、厳しい声は間違いありませんね、まあ、そういう意味では皆さんの意見をしっかりと聞いてきましたから、まあ、そういうことをです、ね、またお伝えしていって、具体的な対策をです、ね、作っていくのが大事かなと思っています、ねえー、ごめんなさいね。もうちょっと民主党の,あの 国民新党幹事長としての質問の方に戻らせていただきますが、そのまあ、今、拝見していると、党の国民新党が支えているような感じで,です、ね、そのもう民主党の方が党内は過半数割れてしまうんじゃないかというようなふうにも見えるんですが、この今の民主党への注文ですね、同じ与党連立、まあ、統一会派も組むうとしてです、ね、このまあ野田総理の えー、党運営含め、えー、ここに対するあの同じ与党、連立を組む与党としての注文という観点から、えー、ございましたまあ今回、衆議院も参議院も会派組みましたけれども、参議院においてはです、ね、国民新党会派組まないと、あ第一党が自民党になると、うん、自民党に第一党になると、議長が今までの流れからすると、 自民党が議長になるというようなことになりますから、まあ、私たちが会派を組むことで、議長としてベルを押す人をです、ね、ちゃんとサポートできるというのが一点あります衆議院においても、これも会派を組まないと、40人以下の委員会において、委員長人事がです、ね、非常に厳しくなるということでありますから、そこも会派を組むことで乗り切ることができるというような。 ことになってきますから、まあ、国民新党が3年半前にその民主党と連立を組んだときは、数的には必要のないあの、まあ、政党であり、まあ、国民新党のバックボーンとして、全国とか優勢、ね、関係者の支援というのが国民新党にあるということは評価はされましたけど。 国会における数っていうのを国民新党に民主党が求めたことは一回もないわけでありますけど、今回は国民新党の数というものの意味は大きく、今回のですね臨時国会ではなったというのは一点あると思います。そういうことになってくると、なぜそうなったかというと、民主党から人を辞めていったから、そうなっているんであって、今、もう一番望むことは、もう1人でも脱落者は出さないことですね。とにかくコミュニケーションを取ってもうこれ以上 あの脱落者を出すと、もう何のために私たちも、うん、会派が運んだのかというようなことになるんで、今は政策の遂行よりも、党内融和というものに力を入れた民主党でなければならないというふうに思ってますから、あの丁寧にですね、丁寧に、今までもおやりになってきたかもしれませんけれども、もっと丁寧にです、ね、やって、数をしっかりと確保していくと。 いうようなことが大事かなと思いますけどね。はい、えー、っと、いかがでしょうか。えー、その他、ご質問ございませんでしょうか。よろしいですか。よろしいですか。はい。えー、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、あのー、今日ですね。えー え記号をいただいてまして、えー、これは人心愛育。はい、え、これはちょっと説明。人の心を愛情で育てるというような意味で、えー、国民新党の新しい綱領が、えー、教育,教育立,国立国ですね。はい、そこを踏まえたということでしょうか。あ,うあまり見せなくていいですか。お前次じ,じゃないですか。よろしい。どうもありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。じゃああのこれをはいお礼を頂きました。<laughs> どうもありがとうございました。あのー、それではこれで会見を終わります。えっと大臣お帰りになられてから皆さん退席をされるようにお願いします。